ウロコアリが住むコケリウムです。前回は胸アカオアリとウロコアリの共存を試みましたが、残念ながら胸アカオアリが基地を掘ってしまいうまくいきませんでした。どんなアリが、ウロコアリとの共存が可能なのか、検証しながら再び2種共存に、挑戦をしていきたいと思っています。小さな試験管を用意し、ウロコアリのワーカーを、1匹用意しました。この試験管の中で、2種のワーカーを、同居させて、喧嘩や、争いなどが起きないかどうかを、ちょっと確認してみたいと思いました。まずはウロコアリのワーカーを試験管の中に、投入しました。こんな感じですね。ウロコアリのワーカーが1匹試験管の中に入りました。で今回の、2種共存の試みなんですが、前回ムネアカオアリという、とても大型のアリを使ったことで、土を掘られる際などの結構実害が大きく出てしまったので、ウロコアリ、こちらだいたい体長2ミリほどですが、これぐらいの小型種をもう1種類当てがおうかなと思っております。では、そのもう一つの種類ですね、ワーカーを1匹用意しました。こちらをウロコアリが入った試験管の中に投入する感じですね。はい、じゃあこのように慎重にワーカーを1匹導入しました。はい、入れたアリは平田ウロコアリです。ウロコアリと同じ、ウロコアリの仲間ということになるんですけれども、顎の形が違うので、平田ウロコアリは顎が短いですね。ウロコアリは、鍵状のといいますか、ちょっと長い、形の顎をしています。これらの2種のワーカーが同じ環境の中で、争ったりしていなければ、多少共存の可能性があるんじゃないかなと予想しました。そして翌日ですね、湿った脱脂面のところに2匹が、固まっていました。今これどんな状況なんでしょうか。平和的なのか何か起きているのか、ちょっと明かりを、明るくして見てみましょう。はい、こんな感じですね。よく見てみると、平田ウロコアリの方がウロコアリの足に噛みついていました。パッと見た感じですね、何も起きてないのかなと思ったんですが、このようによく見てみたら、もう攻撃をしている状態でしたね。ということで、この2種はあまり相性がいいとは言えないのではないかと思いました。では、別の種類で同様のことを試してみましょう。また先ほどの平田ウロコアリとは別の、種類のワーカーを1匹用意しました。こちらも同じぐらいの小型種ですね。はい、そして今、試験管の中に入りました。入れたアリは、今回はヒメムネボソアリ、このアリを投入しました。今度はですね、同じウロコアリの仲間ではないので、ちょっとこう種類としては離れる種類になると思うんですけれども、どうなのでしょうか。ウロコアリとヒメムネボソアリ接触が起きました。ファーストコンタクトは、何もなかったですね。では同様に1日時間を置きました。どうなってるでしょうか。また、脱脂面のところに固まっています。ただ今回の場合は、先ほどの平田ウロコアリの時とは違って、近いところで接触はしているんですが、噛みついたりなどの攻撃は、一切起きていないように見えました。この様子を見ると、共存、同じ環境の中に入れたとしても、共存できる可能性があるのかなと感じました。ということで今回は、
ウロコアリと共存させるアリを、ヒメムネボスアリに決定しました。こちらが今回、コケリウムの中に投入していくヒメムネボスアリのコロニーになります。綺麗なアリですね。赤茶色というか赤褐色の、体をしています。コロニーの規模はこちらどんぐりから採取をしたものなので、だいたいそのどんぐりの中に入りきるような、コロニー規模ですね。そして今はちょっと見えませんが、女王が1匹と、それからたくさんの幼虫たちがいるコロニーです。では、コケリウムへの導入に先駆けて、ちょっと、工作をしてみたいと思います。ヒメムネボスアリ用の小型石膏巣を作ってみようかなと思いました。こちらはですね、どんぐりから採集したあのコロニーということで、コケリウムの中で、土に埋まったどんぐりぐらいの、空間を作ってあげて、そこに入ってくれたら結構観察が面白いなということで、このようにあの醤油とか入れるちっちゃいケースですね、そこに石膏を流し込んで、このような小さな石膏の塊をまず作りました。で、どんぐりぐらい の小さな空間ですね、を作って、ここにヒメムネボスアリが入ってくれたらいいなという目論見ですね。うまくいくかは分かりませんが、ウロコアリがコケリウムの中で石の下に巣を作っている状態なんですが、同様にそういったところに巣を作るのか、もしくはこういったものを用意したらこっちに入ってくれるのか、それもちょっと確認したいと、思ってこのような形のものを作りました。はい、じゃあ部屋1個と出入り口1つの、極小の石膏巣が1つ完成しました。いい感じです。では、この出来上がった石膏巣をコケリウムの中に設置してみたいと思います。このように手乗りサイズ、とても小さな石膏巣ができましたが、これをですね、コケリウムの中の、土の中に、この部分にちょっとこうスペースを掘ってここに埋め込むような形で、設置してみたいなと思っています。だいたいこんな感じのサイズ感ですね。そして、一度掘り起こした土をまた上からかぶせて、上からはあまり見えないような状態に、戻していきます。で、このように壁際に設置したので中が見えるような、感じになっています。はい、こんな感じで、できました。入ってくれるのかちょっと分かりませんが、ちょっとこれも一つの試みですね。では、ヒメムネボスアリのコロニーを実際に、コケリウムの中に、入れてみたいと思います。では、今回はこのような小型の、丸型の石膏巣ですね、こちらに入っていたコロニーを、コケリウムの中に、移植したいと思ってますので、出入り口、これを開けた状態で、このようにコケリウムの中に入れていきました。で、実際にはこの下の、石膏巣に入ってもらいたいという希望があったので、出入り口と、石膏巣の、場所をとても近い状態で置いてみました。徐々にですね、コロニーの中からワーカーが出てきて、コケリウムの、地表部分ですねの中に、出てき始めました。願わくばこの石膏巣の方に来てもらいたいんですが、なかなかこちらには、来てくれません。今このコケリウムの地表がどんな感じかを今探っているような段階ですね。はい、そしてしばらくすると、このように並んで歩く、ワーカーが現れました。
前のワーカーの後ろをぴったりですね、もう一匹がついて歩いている状態なんですが、引っ越しや、もしくは餌のところにですね、仲間を誘導するときなどにこのような行列の状態が観察できます。なので、この行動が見られるということは、先頭のワーカーがどこかにこの後ろのワーカーを連れていきたいという状態ですね。そして、歩いている先にはウロコアリのワーカーがいました。一応これ絵的には共存状態ですね。こういうのが日常的に見れたら成功なんですけれども、はい、そういった感じでウロコアリの前をヒメムネボソアリの2匹のワーカーが連なって通過していきました。そしてですね、ウロコアリが乗っていた石の下にですね、このワーカーたちは消えていきました。この辺りからこの石の下にちょっとこうみんなが移動し始めてるのかなという雰囲気が出始めました。そしてこちらは、ワーカーが仲間のワーカーを加えて運んでいるという状態です。これはもう完全に引っ越しの状態にある時に見られる行動になるので、この石の下にどうやら引っ越しを始めてしまったような感じですね。はい、そしてさらには幼虫ですね。幼虫を運ぶワーカーが観察できました。本当はこの下の石コースの方に移動してもらいたいんですが、そちらには行かずに、壁面を伝って、右側に移動していきます。さっき の連なって移動していたワーカーたちや、もしくはワーカーを加えたワーカー、これも右側に移動してましたね。なので、やはり右側にある石の下、これを、引っ越し先としてどうやらちょっと認識してしまっているようです。今左側にウロコアリいましたね。ウロコアリは日常的にこのようにコケリウムの地表を徘徊しています。これ時間にしたらつい数十分前にコケリウムに入れたばかりのこのヒメムネボソアリなんですけれども、仲間の残した道しるべフェロモンなどをたどって上手に道に迷うことなくちゃんと目的地に向かっていってるんですね。おそらくこの幼虫加えたワーカーも先ほどの仲間と同じですね、石の下におそらくこの幼虫を運んでいくものと思われます。ちょっと迷ってるんでしょうか。この辺りで行ったり来たりしてますね。そして奥側に向かって、歩き始めましたね。はい、そちらの先がおそらく、彼らのゴール地点ですね。石の下の、スペースになります。そして画面の左側から、同様の幼虫加えたワーカーですね、はい、彼らがまた同じようにこの石の下に向かって歩いてきています。これはもう続々とこの石の下に引っ越しをしてきていると、捉えて良さそうな感じですね。
そしてこちら全体図ですね。画面の中央に見えている石の下が、このコロニーが移動していると見られるあの石になります。やはりみんなこう右側に移動して、で、石の下の方に向かっているのが、分かりますね。この時点で、ちょっとこう検証として作ってみた石膏巣はもうほぼ使われてないという、ことがちょっと確定してしまっていますが、何かの時にまた別のアリが入るかもしれないので、これはこれでちょっと置いときましょう。そしてやっぱり幼虫とか、ワーカーとかを加えて移動しているので、これあの引っ越しのシーンというのが、垣間見えてますね。ちょっとこれ水滴に捕まってしまった幼虫をティッシュで水分吸い取って、救出しました。はい、そしてもうこれ引っ越しの最終段階ですかね。ワーカーではなく女王を加えて、運んでいるワーカーです。女王大きいですけれども、軽々とワーカーは加えて、運んでますね。で、運ばれている女王の方は、体を丸めて固まっていますが、これは例えば死んだり弱っていたり、するわけではなく、運ばれるときは運ばれやすいように自らの体をですね、固めて、こんな風に運ばれる姿勢みたいな、ものがあるんですかね。みんなこんな感じで運ばれていきます。石の下に入ってしまうと、女王を見る機会というのもほとんどなくなると思うので、これが最後に見れる姿かもしれません。そしてしばらく、引っ越しの作業が続いた後、元の、小型の丸型石膏巣からは姫胸ボスアリは、完全にいなくなりました。引っ越しが完了したということですね。チューブの中にもアリは残っていません。ということで、ヒメムネボソアリはコケリウムの中に引っ越しを完了しました。引っ越しが終わったコケリウムの地表にはヒメムネボソアリの姿はなく、静まり返っていますが、確実にこのコケリウムの中にはウロコアリとヒメムネボソアリのコロニー、2コロニーが入っています。今回はですね、ヒメムネボソアリ、小型種を入れたことで、土を掘り返されたりとか、そういったことはなく、コケリウムの、地表にも影響がない状態で、引っ越しをすることができました。とりあえず現段階では2種共存という、コケリウムを作ることが、できましたが、またここから2つのアリたちが、きちんと生きていけるのか、それはまた、これからの飼育活動の中で観察をしていきたいと思っています。ということで、今回はウロコアリとヒメムネボソアリが共存するコケリウム、こちらの様子をお届けしました。